阪神・淡路大震災の後に、全国から火種が集まって、ずっと灯し続けられているガス灯が神戸にあります。昨年の冬に、岩手県の陸前高田市にその火が分灯されました。で、僕たちはその日を、未だ明かりがなくて夜真っ暗な被災3県にランニングをしているランナーのみんなで運んでいけないかなっていう、そういうアイデアを思い浮かんで、この灯すなを企画した次第です。今年はプレ大会というような形で、陸前高田をスタートしまして、都庁大船渡夢商店街というところ、仮設商店街を通り、で最後は釜石市の釜石中学というところをゴールに設定しています。で、種目に関しては、60キロのウルトラマラニック、1人で走る種目が1つと、あとその60キロを3人のチームで、走っていただくリレーが1つ、途中の大船渡をゴールにする10キロを1人で走っていただくのがさらに1つ、で最後にその10キロを3人でリレーしていただくというのが1つ、合計4つの種目を、予定しています。マラニックっていうのは、マラソンとピクニックを掛け合わせた言葉で、風景とか周りの人たちとの交流とかを楽しみながらみんなで走っていきましょうというような、大会です。現地のランナーの方と一緒に走っていただいたり、現地のボランティアの人とか一般の応援していただいている人とかと交流していただくことで、よりまた東北に気持ちとか、あと実際足を運ぶとかっていうきっかけ作りにもなれたらなというふうに思っているので。我々のFacebook ページで告知していますので、ぜひ「ともすラン」で検索していただいてエントリーしていただければと思います。あと当日だけボランティアで参加していただける方とか、あと協賛スポンサーしていただける方とか、現地でのご協力いただける方もまだまだ募集していますので、ぜひよろしくお願いします。